小方由美は、熊本県を拠点に活動する、ローカルタレント。愛称は、小ガッチ。熊本県下町市郡友も町で生まれる、八代さゆり学園高等学校卒。小学校1年から、父親の影響で剣道を、はじめ、小、中、高と剣道に勢力を注ぐ。中学校では、中大連の全国中学校剣道大会に向けて、励む。高校では、 強豪、八代さゆり学園高校の剣道部に所属して、日本一を目指し、三段を取得。この間、1996年の第32回熊日拝見、下段別剣道選手権大会、1997年の第33回熊日拝見、下段別剣道選手権大会において、2年連続して女子二段の部で優勝している。高校卒業後、 特テレビ熊本のレポーター募集オーディションに合格して、タレント活動を開始。オーディションでは、剣道の声と動きでアピールしたという。1999年4月3日より、現在に至るまで、テレビ熊本の若者向け情報番組、若人ランドのリポーター家に MC を務めている。熊本を中心に、テレビ番組出演のほか、CM、イベントの司会などもこなす。 2010年9月には、熊本県警の1日交通部長、同年10月13日には、浮気警察署の1日警察署長を務め、月刊タウン情報熊本2012年5月号では1日、編集長を務めた。芸能事務所には所属せず、フリーランスとして活動している。2010年12月5日、自身が30歳になるのを機に、剣道の商談試験を受け、 合格して4段を取得した。2012年に放送された FNS27 時間テレビの FNS アナウンサーが頑張った歌謡大賞ではアナウンサーではないもののテレビ熊本代表に選ばれ得意の剣道で3院中央テレビアナウンサーいガラシ・のぞみのなぎなたと対戦した。2017年12月23日特の番組若ひとランド25日堂。 英太郎のカタランネで今年6月に結婚したことを発表した。2018年7月16日 3142g の男の子を出産したことが7月19日放送特、英太郎のカタランネ番組内で伝えられた。a b c d e f g h i j k a, l o 型、ユミさん2011年12月号熊本のが まだしもん熊本県中小企業稼働誘会、ABCDE 特別講義小型由美さん熊本市学情報サイト平成の自習館を目指して熊本県市学振興課ハット ABCDE 熊本日日新聞平成24年1月1日長官18面 ABC 熊本日日新聞平成15年9月17日有刊ひととき熊日60年史編参院改編 熊日60年史資料、年表編39ページ32から33ページ、128ページ2010.10、23号テレビ熊本若ひひランド、審査会結果熊本県県道連盟、バックナンバー2010.12、11号テレビ、熊本若ひひランド、スネー、で団結 ?27 時間テレビ、アナウンサーブログ TSK サイン中央テレビ、 広報三里2012年9月号2ページ、月間タウン情報熊本274号3ページ、熊本県利用組合、青年部、本橋薫アナウンサー日記 KKT、熊本県民テレビ。ありがとうございます。